皆さんこんばんは、ひかりんです。先ほどはライブでありがとうございます。もう5時半ぐらいからライブさせていただいてもらって、4時間ぐらいで途中でもう動画が止まっても音声だけでもうラジオみたいな感じで、もう自分が動いてるのが分かれへん中で、本当に長い時間ありがとうございます。声だけでもうコメントとすごいもう励まされて元気が出て、今日日中とかほんま一人でこもってる時、ほんまなんていうかな、元気ないっていうか、あんまり追い込まれてる感じが、でも幸せな幸せやねんけど、それで今はもう10時ぐらいかな、もうだいぶ2回の後のちょっとビールとまだ飲み足りていったら乾杯、ありがとう皆様。これその後作ったんがブロッコリースプラウト、かいわれ大根みたいなやつのハム巻き、マヨネーズつけてヘルシーやから、これほんますごいお気に入りで、普段かいわれとか巻くねんけど、もうこんな感じでちょっといただきます。うん、松葉ナスの美味しさ、うん、食欲満載。美味しい。さっくりが出始めた。今日ちゃんとライブできたんか2週間ぶりぐらいで、すごい楽しくて、やっぱりこの先週がなんか接続悪かったり、途中で切断されたりするのは、でもSIMに変えてからなんか原因かもしれない。ちょっと解明していこう。やっぱりライブはもうできればなんか毎週と決めつけたくないねんけど、数日に1回の時もあれば週2週間に1回の時もあるかもしれへんけど、できる限りさせていただきたいっていうのと、私もすごい皆様とほんまに会話させていただく、こちらからお願いしますや、ほんまもうちょっとこのもみぽんでもみぽんかけてみよう。これピリ辛で美味しいね、このもみぽんマヨのハムブロッコリースプラウト巻きでいただきます。えらいこっち酔っ払って箸の先を噛んでもうた。猛獣化になってるのかな、だけ美味しい。酔っ払ったでもうそのまんまでいこう、ほんまに。でも炭水化物だけはちょっと避けたいねんけどさ、でも一番ほんま今食べたいっていうのはプルダックンポックミンを食べたいけど、もう切らしてて、今あるとさ、蒙古タンメンのラーメンが食べたい、ほんまカロリー高いねんけどな。プルダックンポックンミョンもいろいろ買ってて動画にしたいと思いながら、カルボナーラもほんま、あ、すいません、お友達からいただいたお土産で食べてしまって動画撮らずに、もう美味しすぎて、最高。美味しいよ。
食べたい候補は蒙古タンメンのラーメンと、とイカの塩辛、北海道産の瓶詰めの、それが3分の1ぐらいあるから、新じゃがの小さいじゃがいもと、あのじゃがバターにしてあえて、めんどくさいけどそれ作ったらもう日本酒が止まれへんくなるっていうか、めっちゃ美味しいんです。ほんま美味しいね。じゃがバターと塩辛、もうほんますごい美味しい。もうそれにハマってて、炭水化物はな、危険危険。最後のこのさっぱりさ、クレマもブロッコリースプラと栄養たっぷりで、いただきます。うん、買い割れても全然コンビニの70円80円ぐらいのハムと50円の買い割れ、ヨッコビスプラントは90円ぐらいか100円やってんけど、マヨネーズかけるだけですごい美味しいんだよ。ぜひぜひ、もしよかったら、ちょっと濃厚なコリコリ系のなんかガッツリ系の人はちょっと物足りひんかもしれへんけど、よかったら寝てみてください。酔っ払ってるわ、ほんま酔っ払ってるって言っても、あの次飲む気満々。よし、今からあのじゃがバター塩から作ろう。イエーイ。それでは今日もありがとう。ライブ配信でもすいません、あの静止画でなんかもうラジオ状態やねんけども、ほんま見ていただきましてありがとうございます。ではあの塩からじゃがバター作ろう。ありがとう。